です。本当。最初は怪しい勧誘だと思って、いろいろあってデートして、そこからパトさんが経験してきたこと、パトさんの世界が私にとってすごく魅力的で気づいたら気になってて、それで話しているうちにパトさんのことも意識しちゃって。ふふ、本当不思議な人、こんな短い時間でここまで魅力をいっぱい見つけれる人がいるなんて、いつか私の気持ち、伝えることできるのかな？いやいや、まだ早いよ、パトさんだってまだそこまで考えてないかもしれないし。むー、パトさん。私も頑張らないと。それにしてもシアーネさん、昔と変わってたな。懐かしいな。私が小さい頃すっごく面倒見てくれたから、本当、お母さんみたいな存在だったんですよね。ことか様、また嫌なことがあったのですか。シアーネ、今日いつも遊んでくれてた子だね。ことかちゃんは追いかけっこ遅いから遊びたくないって言って遊んでくれなくなったの。私ってやっぱりつまんない子なのかな。わわ。ことか様、せっかく可愛いお顔なのに泣いていたらもったいないですよ。そのお友達はきっとことか様のいいところを全く見えてないのね。私のいいところ。そう、ことか様はすっごく優しくて、いろんなお友達のことを考えれることができます。きっとお友達は今はわからないだけで、いつかことか様のいいところに気づいてまた仲良くしてくれますよ。本当かな、シアーネ。いい子にしていたらきっとお父様も帰ってきますよ。うん。ではお風呂に入ってきてください。今ご飯を作っていますので楽しみにしていてくださいね。うん、シアーネって本当私のママみたい。ママって呼んでもいいですよ。ありがとう、シアーネママ。また会えたらゆっくりお話ししたいですね。小さい頃、こんな私を導いてくれてありがとうって、感謝の気持ちを伝えたいです。あ、お昼休みも終わりですね。さて、昼からも頑張りましょう。なるほど、数時間前にここで悪神教と女の子二人がやり合ってるな。それにしても強いな。あの悪神教相手に手こずってはいるが常に優勢を保っている。なるほど、仲間との連携が済んで別行動を取ると思っていたら、すでに瀕死状態ってことか、滑稽だね。ふざ。はぁ、めんどくさい。確か短時間で全能力だったからまた一からやり直しかな。ふざけてんじゃねえと。みんな弱いし、もう全然判断能力鈍ってるじゃないか。攻めてくるなら本気で来てよ。あるんだろう悪試験だかい？かってほぼガス欠だからこうなってんだろうが。ふーん、なら帰ってゆっくり休みなよ。悪さしないなら正直僕どうでもいいし。悪試験、視覚剥奪。足が、動かない？悪試験、五感剥奪、理解力剥奪。体が、言うことを。誰かしおめえがぶっ殺してやる。恨むなら兄に俺に近づいた自信を恨みな。待ってくれ、せめて最後に言わせてくれ、頼む。いいもんか、届かないと思うが言いたいことだけは言わしてやるよ、不憫だからな。僕は嘘つきなんだ。は。お、出た出た、これであとは消すだけだ。待て、待ってくれ、助けてくれ、俺はまだ死にたくな。うん、聞こえない。漁港、重力高速漁港。ガラ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 。完了だね。清掃班に後始末を申請しといてっと。たく、人が通る時間で面倒ごとを起こさないでほしいよ、まったく。次の目的地まで結構距離があるね。こいつらの策略に連れさらわれた子たちは大丈夫かな。まあ、見た感じ強いからよほどのことがなかったら大丈夫か。う、しくじったわね。まさか瞬間移動先でその建物を崩壊してくるなんて。今までここまで大胆なことをする相手がいなかったから私の想定を超えていたわ。痛みは、ない。運よく隙間に入れたのかしら。せっか様、大丈夫ですか？ここ、どこ？さあ、相手のアジトですかね。私も飛ばされましたから。吐く、相手はどうしたの？いますよ、すぐそこに。え？動けん。なれな。あれって、もしかして。うん、私の技を使ったの。もう逃がしたくないからね。瞬間移動が使えない。悪試験が全く反映されない。なんだこれは。エジソ、あれは。せっか様、この人とは私がやるよ。せっか様とは相性悪いから。ああ、足でまといだから近づくなってことねー。これは残念ながら何もさせない代わりに私からも何もできないの。私の時を支配する八つの鬼。八つか蓬莱。時を、支配するなと。数量上げる、それで悔いが残らないように全部出し切った方がいいよ。逃げるもよし、殺すもよし。ただ、10秒後、絶対に私はあなたを殺す。10。なんだ、この子供は、なぜここまで恐ろしいまでのプレッシャーを放てるのだ。ああ、同情するわ。あれは私の原始支配がなかったらもうどうしようもないからね。
でかなりの戦闘突破、1対1で戦わせたら白は最強よ。そもそもこいつは俺が能力を使った時に何をした？あの時俺は建物を崩壊したはずだ。そのまま潰れて死ね。悪視圏、瞬間移動。ヤスカ本来、人形。こっちの準備はできた。さあ、死刑場に案内して。なんぼる。そうだ、気がついたらこいつは俺の横にいた。己、ならば最後この建物を崩し、この場から逃げてやるまでだ。悪視圏、ぐるっと破壊。たまーみも、骨に10ボールも与えるからだ。3。俺、こっちもボールをしていない。気にするな、このまま逃げれば勝ちだ。2。悪視圏、瞬間移動。1。やった、逃げ切った。逃げ切ったぞー。0。素直に謝って降参していたら命までは取らなかったのになー。それをよくもまあ、ここまで。死にかく解放。ヤスカ本来、封印。おかえり。なぜ俺は、ここにいる。なぜ建物が、綺麗に戻っている。猶予は与えた。もう慈悲はないよ。けど、ヤスカ本来、人形。舐めるな、小娘。悪視圏高い。哀れだね。もっと技を持っていたかもしれないのに。努力むなしくこのまま死ぬんだよ。自分支配、黒煙。人形は強制的に指定した相手を5秒間時間という概念から除外する。人形中に与えられた現象は全て解けた瞬間に返ってくる。そして黒煙の1秒あたりの斬撃は約10万撃。あなた微塵も跡形残ってないよ。ゼロ。私たちのメンバーではどうも時に関する耐性が高い。だから白がメンバー内で一番弱く見える。だけどそれは全く違う。本来生き物は時という絶対的な存在には逆らえない。それを支配するんだから弱いわけがない。普通の能力者では白に勝つことは不可能。それはもはや絶対的領域。最強、そう言わざるを得ないわ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。